知ってます？大型トラックって、急には止まれないんですよ。バカにしてんのか？知ってるとできるは全然違うんですね。うっわ、なんだあの BMW 後ろも見てねえのかよ。2列目の子供を見ていた可能性ならあります。そんなに大事ならなぜ事故に見せかけて殺そうとするような運転をするのか。うおお左右大型トラックに挟まれる地獄。社長が見てる前で主要取引先の社長にお茶を出しに行く時くらい緊張するなこれ。給料上げない仕返しに混ぜた洗剤がどっちかわからなくなったから。誰がそんなことするねん。そうだよね、最近はみんなツイッターにボロクソ書くもんね。もう置いてこうぜこんな奴ら。暗い夜、単調な景色と曲線、そして到着期限で寝ることもできない。脳みそ半分寝るなそれ。そんな時だったら、追い越しのタイミングでこうなっちゃうよね。ビビって面接のノックする前よりも緊張感高まりそうな場面や。声裏返りそう。かかむんじゃねねえぞ。長え。アメリカンサイズなトレーラーですね。後ろから100キロオーバーの無人大型トラックが突っ込んできて爆発しそうなタイミングで横断始めやがったぞこいつ。まさかの暗殺道具でしたか。横幅のでかい車、こういう大通りですぐキッツキツになって辛いですよね。はみ出てないかヒヤヒヤするよな。うわ。ブレーキランプとウインカー兼用のやつでこれとかわかりずった。ウインカーは進路変更の前に出すものだからな。用途もわかってないアホだぜ。でも日本だって高速で追い越し車線入るときウインカー出す人に割もいませんよ。運転中にそんなとこまで見てるやつもそうそういないだろうがな。おお、かつて中央道で追い越し車線暴走してたであろう商用バンがこんなところに。80キロ制限でカーブ多いから亀の仇にされる中央道。あ、やっぱり右にかわしてきまし、下手くそかー。そりゃ左前の感覚ってつかみづらいが、どうせ普段からキッツキツで走ってたからぶつかったんだぜ。信号待ちで車にだいぶ開けるおばあちゃんワゴン R だかビッツを見習ってください。そのうちコンビに突っ込みそう。もう突っ込んでる件について、社畜レーサーへの道は遠いぜ。まさか横幅以外にも、ボンネットやリアの前後方向への長さが運転のしやすさに関わるとは。いやなんでこいつ止まりやがった教習車以下かよ。どうせ割り込むなら急加速で逃げなさい。せっかく馬力あるのに無駄にしたな。お、なんか牽引してますね。ああ、なすりつけモジュールとかしてるぜ。マリオカートでボム兵ぶら下げながらしたくなるやつや。その状態で当たったらお前もろとも爆発するやんけ。お、割り込み返すってことは窓からバナナ投げ捨てるのかな。相対速度合わせて発砲じゃなくてよかったな。マジで命狙わないで。うわせっま、日本でランドクルーザー乗るのってこんな感じなのかもですね。というかタイミングおかしいやろ、ぶつかるやんけ。それくらい止まって待ってあげるくらいのゆとりがないと平和に生きていけませんよ。つまり平和なんかないんだな。アメリカの大統領があの言い争いっぷりですからね。税金やコロナ報道もあって再当選は絶望ですが、かといって相手の方は強みややる気に欠ける。無駄話してるところまたさっきと同じ攻撃来てるぜ。あれを販売停止してくれる方に投票する人でそう。歩行者優先なんてなかったにゃ。ああ、工場ヘアが滑り落ちてゆくー。マジで下世話なチャンネルだぜここは。